はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、五街道へ滑っていきましょうということで、東海道、中山道、甲州道中、日光道中、奥州道中ということになります。よろしいでしょうか。で、まあ一番重要視しとけなきゃいけないのは東海道ですね。はい、東海道、今でも要するに新幹線、東海道新幹線なんていうふうに言うんですけど、あそことが重要なところの、通り道ということになります。まあ物資輸送であったりとか、まあいろんなことで要するに重要視されたところっていうのはこの東海道ということになります。よろしいでしょうか。五街道で要するに、5つ覚えておきましょう。東海道、中山道、甲州道中、日光道中、奥州道中ということになるんですが、東海道が一番要するにこの時代重要視されましたよということですね。まあ今でも要するに重要視されてますね。新幹線通ったりしますから。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。